今日お話ししたいのはまあちょっとあのー、最近あったですねちょっとハッピーを皆さんにこうシェアしたいんですよいただきますうまっ <laughs> というのもですね最近すごいありがたいことにですねあのお店にこう遊びに来てくれる人がいて方がいらっしゃってですね、まあ、あの動画見てくださってる方であのお店に 来れる距離の方で来てくださっている方がいてもうね本当にね毎日そのハッピー続きで、えー、非常に毎日いいことがあってですね楽しい毎日をこう送らせていただいてるんですけどもねうんいやーありがたいねちなみにこのこの金宮焼酎の一升瓶もですね今日来てくださった方が あの前の動画でね僕最近金宮焼酎のは酎ハイハはハハってるんですみたいな話を知ってていたのを多分こう見てくださったんだと思うんですけど、うん、わざわざねあのこれを持ってきてくださったんですよね、うん、ありがたいなというのがねええー、僕の今すごいあのハッピーなのでそれをシェアしたいというただそれだけの動画なんですけどもなんかねまあツイッターでは ちょくちょくそういうつぶやきしてるんですけど改めてねありがたいなぁと思いますわざわざねあの足絵を運んでくださってさ僕のためにでなんかこうすごい楽しいこうそのあのまあ動画を出してみたいなコメント欄でのやりとりももちろん俺は楽しんでんだけどなんかこうリアルでやっぱこう会いに来てくれるみたいなところに関してねすごい 俺はこうエキサイティングな経験をしてるなぁと最近すごいね不思議な感じもするんですようんんか YouTube をきっかけに多分今まで俺確実に俺が YouTube やらなかったら出会わなかった人とこうやって俺は今話してんだとなんかそれがねすごいよ楽しいというか不思議な気持ちですしすごいワクワクするしえー エキサイティングな経験をさせてもらってます皆さんのおかげでうん、なんかやっぱコメント欄でもさ今度行,き行こうと思いますとか帰省した時に行きますとか言ってくださる方もいてなんかすごい嬉しいですよ本当にこれはなんか YouTube やっててよかったなぁと思いますだからなんか本当に数じゃねえなぁと思ううん、なんかその登録者が何とかとか 再生回数がななんんとととかとかもうそんなんじゃねえなと最近いくらさ再生回数があって登録者いたってさそうやって会いに来てくれる人がいなかったらさ寂しいしさ、うん、逆にそんな登録者とかな数なんか多くなかったってさそうやってこう会いに来てくれる人がいるっていうだけでなんかそっちの方が非常に僕にとっては意味があるというかこの金ンミア焼酎の味も。 やっぱ格別ですよそういうそれこそが俺はやっぱことだなと、うん、なんか思うんだよねすごいそれ感じたその皆さんが会いに来てくださってあのこう話す中で改めてもう物のの先にあることっていうこと俺が今まで言ってたことっていうことに関してやっぱそれ大事だなとだからさ 俺が自分でね酒屋でも行ってこの一升瓶を買って飲む金宮焼酎の中ハイの味とさやっぱそういうふうに、えー、YouTube をやって動画見てくれる人がいてその見てくれた人が、えー、お店に来てくれた時に持ってきてくれたこの金宮焼酎の焼酎のああ酎ハイの味、うん、全然意味合いが違う、うん、俺の中でこれは思い出に残るもん、うん、思い出に記憶に残る 焼酎だし自分で買ったらさただただそれは物にしか過ぎないわけじゃん俺にとっては焼酎っていうものにしか過ぎないんだけどそういうなんかストーリーというかねそういうものがあのー、付加されると全く違ったものになるし俺多分この出来事一生忘れないしさ、うん、なんかそういうの大事だし俺はそういう体験をこう 来てくださったあの視聴者の方からいただいたけど俺はもっとそういうのを今度与える側に回りたいとなんかそういう気持ちをですねさらに強くさせてくれた最近の経験でございました、うん、だから何かまあ皆さんもね長野のんぴなところではございますがうん来ていただけたら僕は 飛んで喜びますということとともに来ていただいたら俺もねなんかそれに匹敵するような何かをこう与えられるようにまあ日々頑張るとともにですね精一杯こうおもてなしじゃないけどねうんああ行ってよかったなあの店あ,あいつ動画で見てて興味持って行ってみたけど実際行ってみてよかったわみたいな風に皆さんの記憶に残る思い出に残るような風にな出会いになるようにね うん、したいなとも思ってますし、まあ、とにもかくにも感謝。ありがとうございます。それを伝えたかった、そのハッピーをシェアしたかった。以上です。ありがとうございます。では、また。